これ神尾楓珠くんが無期限休養らしいんですよ。うつなんですかね。これ引退があるのかなとちょっと思ったりするんですけど、ドラマナンバー MG5 やオールドルーキーなど2022年の話題作に多数出演した若手俳優の初犯の事情による降板に対してファンからの心配の声があった。何があったんでしょうか。楓珠くん大丈夫ですか。めちゃくちゃイケメンですからね。僕ナンバー MG5 大好きでずっと見てたし、オールドルーキーも全部見てたんで、もう神尾楓珠くんはかなり重要な役だったんで、特にナンバー MG5 はめちゃくちゃ重要な役だったんですよね。プロフィールに自分のペースを更新 していきますと書かれた神尾本人のインスタグラムは11月8日から更新されていない。芸能関係者が言うには、神尾さんは昨年の12月26日ボートレースの CM 記者発表会を急遽欠席しています。あの CM 出てますよね、ずっとね、あの坊主にしたりとかずっと出てましたよね。今年1月7日に放送されたレギュラー番組サスティナ、こんな時にも SDGs も休みました。神尾さんは昨年12月6日まで演劇界の最高峰とも言われる劇団新幹線の舞台バラとサムライ2海賊女王の帰還に出演していましたと。これ結構きつそうだな。でもな、この舞台を完走後撮影していたドラマのロケに神尾さんが来なくなったそうです。まもなく神尾さんの事務所から制作サイドに正式に降板の申し入れがあったとされます。さらに神尾さんは今年の2月に主演映画の撮影を予定していましたが降板が決まったそう。主演映画を降板するってよっぽどですよね。またもう一つメインキャストでなんてした作品も辞退することになったと。で、神尾さんのスケジュールを白紙だから無期限休業です。まあ、下手したら引退ですよ。神尾さんは昨年計10本以上の映画ドラマに出演しています。その傍らで雑誌の取材なども精力的に対応して9月から劇団新幹線の舞台で日本中を飛び回っていた。映像作品メインで芝居してきた神尾さんにとって2度目の舞台演技でしたが、劇団の看板役者である、まあ、古田新さんね、きつそうですけどね。で、天海祐希さんね、これもきつそうですよ。大御所すぎますよね。などの名優たちの舞台は芝居や歌やアクションの求められる水準が高く苦労したと言います。まあ、だってここら辺バリバリ今度演劇人ですよね。古田新さんってまさにそうじゃないですか。そんな中、次々とファンは精神的にはいっぱいいっぱいになってしまったんでしょう。心身の不調で神尾さんは休養しているそうです。神尾は劇団新幹線に出演する際に、自分にできるのか最初は自信ありませんでした。けれど入れていただいたからには責任を持ってやりたい。プレッシャーを感じたらキリがないから今は考えないようにしていますと。神尾さんは国宝級イケメンと称されることをハードルが上がるために嫌とテレビ番組で語っていました。また、昨年9月の雑誌のインタビューであまり落ち込むことがなかったが、最近はより良い演技のために失敗したら一度落ち込み、その原因を考えるようにしていると語っている。謙虚努力家な神尾だけに心身のバランスを崩してしまったのではないでしょうか。昨年の10月のインタビューでは、今でも自分が俳優に向いてると思っていないんです。でも迷いながらでも前に進み続ければ、結果は後からついてくると語っていた。また、元気に前に進む姿を見せてほしいと女性自身言ってますけど、でもこれ結構心配っすよね。なんか、俳優さんって、まあ、繊細な人多いと思うんですけど、なかなかあんま繊細すぎても、ね、やっていけなかったりするじゃないか。割とずぶとい方がいいと思うんですよね。例えば佐藤健くんとかだと舞台はやらないって決めてますよね。一回やっても自分には無理だと思ったから舞台はやらないと。自分はそうじゃなくて動画とかテレビとか映画とかそっちの方が向いてるっていう風に、もう自分で割り切ってこの活動を続けてるっていう感じじゃないですか。まあ、逆に春馬くんとかはもう舞台に振り切っちゃいましたよね。ただやっぱ春馬くんも繊細だから、だん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 そういうのがね、精神的にね、来るものもあったのかななんて思ったりしますね。結果的にね、ああいうね、不幸な目にあったとするので。ただ僕はその、神尾楓珠くんってね、もうこんな繊細な方だと思ってなかった。あんなにかっこいいじゃないですか。芸能界ではもうトップクラスにイケメンだと思うんで、それこそ何不自由ない人生過ごしてんじゃないのかなと思ってたんですけど、でもこんなに深刻に考えてんのかなって思うとね、いや人って分かんないなと思って、やっぱり休むことも大事だなと思いますよね。まあ、引退することはないと思いますけど、まあ、無期限休養でね、しっかり精神休ませてね、あと自分の方向性もね決めた方がいいと思いますよね。まあ、最近ほら中居くんとかがね復活してね、芸能界って休むと席がないなんて話もあるじゃないですか。そういうのもどうなのかっていう議論にもなり始めてるんで、
それでね、体を壊す人もいたり、心を壊す人もいたりとかするので、まあそういう働き方改革的なのも、こう芸能界って必要なんじゃないのかなと思ったりしますよ。いや、もったいないですもん。だってあんなね、才能のあるイケメンをと思います。